はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、後ろに見えております大食いの方がね、みんな行っている新ラーメンショップ狭山本部さんにお邪魔しております。このお店ね、もうずっと行きたかったんですが、まあ、やっとね念願かなって、てかまあ最近ね念願かなってばっかりなんですけど、めちゃめちゃうまそうなんですよ。ここはね、まあ、通販とかで冷凍ラーメンやラーメンショップさんといえばのね、辛ネギ、このネギのねタレなんかも通販で販売しておりまして、まあ、それはねちょっとね概要欄の方に記載しておきますので、気になった方はねぜひね購入してほしいのですが、今回はねその気になるラーメンやネギ丼ね、このあたりのねメニューを好きなだけ食べていこうと思います。それでは店内の方に入っていきたいと思います。ということで、ただいまね店内の方に入ってまいりました。もうねメニューめちゃめちゃ食べたいのがいっぱいありまして、今ねちょっと悩んでるんですけど、ネギとかねラーメンを満足いくまでね好きなだけ食べたいので、ちょっとねいろいろと注文したいと思います。ということで、ただいまねメニュー到着いたしましたんで、早速ね伸びちゃうといけないので食べ進めていこうと思います。いただきます。ひとまずねネギチャーシュー麺からいただきます。ベースの味は醤油でございますね。いただきます。あーうまっ、優しい、うん、うん、ちょっとこれサムネ撮ろう。サムネ、あーすいません、ありがとうございます。今ね餃子が届きまして、これでメニューの方は全てとなります。今日ねものすごくお店忙しくて、お客さんもねいっぱいいるんですけど、提供がねめちゃめちゃ早いです。これはねありがたいね。うわこの麺めちゃめちゃうまそう。細ストレート麺めちゃめちゃうまいですね、うん、でこのバラチャーですよ、綺麗なバラチャーですね、うん、おはようございます。うまちょっとこれはライスをいかしていただきます。うん、もうこんな感じね。うん。うん。うま。チャーシューとライスでいただきます、うん、うまこちらね、最後の味玉でございます。うん、続いてこちらの味噌でございます。ちょっとね時間経っちゃってるので急いで食べましょう。これ伸びちゃうともったいないからね。いい香りすんな。生姜とかの香味野菜のね香りがかなり強い。しかもね結構がっつりしてるんで、これうまいっすね。うん、ちょっとこれ
ライス寄せまして注文させていただきました餃子でございます。ちょっと贅沢に2個で。うん、うまっ、餃子うまっ、うん、いや、めっちゃうまいわ。いや、これね、めちゃめちゃうまいっすわ。そろそろね、こちらネギ丼の台、これもね、いただいていきましょう。でかっ、うまっ、うまっ、うわ、ちょっとこれ味変にコチュジャン入れていきましょう。うん、うん、うわ、うまっ、うわ、うまっ、これさ、絶対スープかけても美味しいよね。よいしょ、うん、うまっ、ちょっとラーメンショップさんなんで、こちらの胡椒かけていきましょう。そしたらこちらがね、最後のメニューですね。チャーシュー丼の台でございます。うわ、絶対うまいなこれ。うまっ、うわ、うまっ。いや、このチャーシュー丼うめえな。うん、このね、普通のラーメン等のチャーシューには勝ってないね。これ、このね、甘辛いタレ、これがね、本当に絶品。めちゃめちゃうまい。そしたらね、こちら最後ですね。ということで、ただいまね、ラーメンショップさんでラーメンやご飯物を好きなだけいただいてまいりました。ちょっと今表なんで風切り音がうるさかったらすいませんでね、あんまりにも美味しかったんで店内で売っておりますね。これ見えるかな、ネギのね、タレも購入させていただきましたいやー、まあね、ラーメンから何からどれも絶品です。もう
汗びっちょびちょ、もう毛がすごいんだけどね。ちょサウナ後ぐらい汗かいてない？やばいね、これちょっと前髪上げますわ。まあ、ちょっとね、この前髪はね、僕はね、毛が薄いので、そのあたりご愛嬌ということで。いや、うまかったね。でラーメンからご飯物から全部うまかったですし、ラーメンショップさんのラーメンって背脂の量とか味の濃さとか麺の硬さとかいろいろと自分好みにチョイスできますんで、これはねちょっとお店を通って自分のね好みを見つけるのもねすっげー楽しいなって思いましたね。めちゃくちゃテンション上がっております。まあやっと僕も念願だったんですけど、もともとね上がっていたハードルを余裕でね超えてくるぐらい美味しくて楽しいお店でございました。ぜひねこちらの新ラーメンショップ狭山店さん、皆さんもね来てみてください。で改めてね、今回お土産でも購入させていただきましたネギのタレだとか冷凍ラーメンに関してはネットでも購入できますので、気になる方は概要欄に記載のネット販売のページから飛んでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあね、お腹いっぱいになったし帰りますか。